ブの準備万端だね。そりゃあね、超人気アイドルの愛ちゃんに会いに行くからね。今好きの愛ちゃんのこと知らない人はいないぐらいだよね。うんうん、こんな最高な日はないよね。俺はチケットが1枚余ったから付き添いで行くだけだけど、まあちょっと楽しみだよな。それじゃあライブに間に合うように急いで行こう。うん、あの赤いカーテンのところから出てくるのかな。あー楽しみー。それではお待たせしました。お、来た来た。パイのライブをお楽しみください。イエーイ、いよいよ来るか。あ、あれ？おかしいな。愛ちゃん出てこないね。いよいよ登場かと思ったのに違うのかな？もしかして愛ちゃんに何かあったとか？会場に来ている皆さんにお知らせです。ある事情により今日の月の愛のライブは中止とさせていただきます。大変申し訳ありません。普通そんなことないし、絶対愛ちゃんに何かあったに違いないわ。一体何があったんだろう。会場からお客さんみんな出されたし、俺たちもこのまま帰るか。絶対あなたたちの誰かが犯人に違いないわ。え、今のって愛ちゃんの声じゃない？あ、見て見て、ここ愛ちゃんの楽屋だ。ここから今の声が聞こえてきたんだ。それに今犯人とかなんとか言ってたよな。まさか事件か。だったら俺がなんとかしないと。あー、ちょっとレオ、勝手に入っていいの？レオが入ったなら私たちも入ろう。どうされましたか？あ、君たち誰？あー、いっちゃん、本物のアイドルが目の前にいる。で、あなたたちは誰？子供が勝手に入ってこないでよ。あ、すみません。失礼しました。俺はこの町の名探偵のレオです。どんな事件でもビシッと解決する探偵です。名探偵さん？はい、さっきあなたたちの誰かが犯人とか聞こえたし、愛ちゃんがライブに出てこなかったから何かあったのかと思って勝手に入ってきました。すみません。それならちょうどいいわ。今回の事件をぜひ調べてちょうだい。やっぱり事件があったんですね。だからライブに出てこなかったんだ。そう、もうこれは大事件よ。だってライブだって言うのに私のマイクと衣装がなくなったんだから。衣装とマイクがなくなった？そりゃライブ出てこれないね。今日私のこの楽屋に出入りしたのはこの3人だから、絶対この3人の誰かが撮ったとか隠したとしか考えれないの。なるほど。ところであなたたちは誰なんですか？私はアイドルのモモ。今日アイちゃんの後に私もステージに上がる予定だったの。アイドル、つまりアイちゃんのライバルでもあるってことですか？ライバルといえばライバルだけど、普通にアイドル仲間よ。いや、昔から私とどっちが人気かずっと争ってるのよね。なるほど、アイドル同士のライバルですね。わかりました。では次はあなたは？私はアイのマネージャーです。アイのスケジュールや身の回りの管理をすべてやっています。マネージャーさんならアイちゃんに一番近い存在ということですよね。ああ、まあはい、そうですね。あまり役に立たないマネージャーだけどね。すみません。それでは真ん中のあなたは誰ですか？私はアイちゃんを小さい頃から知ってて、ずっと応援をしてるただの近所のおばちゃんです。近所のおばちゃん、ただそれだけですか？そうです。今日はアイちゃんの初めてのライブだから、お祝いにと思って差し入れを届けに来たんです。差し入れ？
って言ってもその辺で売ってるドーナツだけどね。それはそうだけど。なるほど。だけど昔からの知り合いのおばちゃんですね。わかりました。そしてこの3人が今日愛ちゃんの楽屋に入ったから、マイクと服を取った犯人はこの中にいると思ってるんですよね。そうよ、そうに違いないわ。誰が取ったのか早く犯人を見つけてちょうだい。誰が犯人なのか気になる子はグッドボタンを押してね。とりあえず一人一人詳しく今日の行動を教えてもらいましょうか。ちなみに愛ちゃんの部屋に来た順番は、まずライバルの子が来て、マネージャーが来て、最後におばちゃんが来たわ。では来た順番に話を聞きたいので、まずはライバルのあなたから話を聞きます。愛ちゃんや他の人はちょっと別の部屋でお待ちください。わかったわ。では楽屋に来た時のことを詳しく聞かせてください。はい、まず私は愛ちゃんのことをとても尊敬しています。なので今日愛ちゃんのライブが始まる前に挨拶をしに来たんです。失礼します。はーい、愛ちゃん今日はよろしくお願いします。そして初のライブおめでとうございます。これお祝いにお花です。ライブも頑張ってください。お花いらないわ。それにあなたに言われなくても頑張るわ。っていうかあなたの方こそ頑張った方がいいんじゃない。顔もそこまで可愛くないし、歌もダンスも上手くはない。なんでアイドルになれたのかしら。確かに私は愛ちゃんに比べると全然ダメなアイドルですけど、それでも私なりに頑張ってるんです。なのでそういう言い方を。何、私に口答えするの。ほんと生意気。口答えなんかじゃないです。ただこうやって人のことを悪く言うのは。あらもううるさいわね。言い返すなら私より人気のアイドルになってから言い返しなさいよ。ほらほら、このマイクで歌って踊ってみなさいよ。人気アイドルだからって人をバカにしたような言い方するなんて。はは、私より人気ないのに説教なんてして、そんなの言うぐらいならもう出て行ってよ。ほら早く。ちょっと押さないでください。で、挨拶に来た時に愛ちゃんと喧嘩になってしまったんです。うわー、アイドルの世界って怖っ。なるほど、わかりました。他の人にも話を聞いてみるので、ちょっと外で待っててください。わかりました。でも私本当に愛ちゃんのものを取ったりなんてしてませんから。憧れてるのには変わりないし、本当にそんなことしませんから。失礼しました。で、あのライバルの子は言ってるけど、愛ちゃんに歌が下手とか人気ないとか言われてムカついて仕返しに取ったってことは全然あるよね。うん、ライバルだから妬んだりもあるだろうし、ライバルの子が取ってもおかしくないわよね。まあとりあえず次はマネージャーさんの話を聞いてみよう。僕の今日の行動ですか？僕は基本愛のスケジュール管理などをしてるので、今日もいつも通り愛のところに来ました。失礼します。今日のスケジュールを言ってもいいですか？今アイス食べてるのに。はい、そのままでいいので聞いてください。今日の予定ですが、リハーサルをしてその後メイクをしてもらいます。はいはい。その後がライブですので、こちらの衣装を着てもらって。え、はあ、ちょっと待ってよ、何この衣装。え、何かいけませんか？愛といえば紫色なので似合いそうな衣装を選んだんですけど。こんな衣装を着れるわけないじゃん。ああ、ちょっと大事な衣装なのにアイスがついてしまったじゃないですか。これ取れるかな。いいわよ、どうせ着ないから今すぐ他の衣装に変えてちょうだい。いや、でも今から用意するとなるとライブが間に合わなくなります。あんた私のマネージャーでしょ。マネージャーならアイドルの希望を叶えなさいよ。ほんと役に立たないマネージャーね。ってことで愛ちゃんとはかなり揉めてしまったんです。
そうですか。アイちゃんってそういう性格なの？なんかテレビで見るアイちゃんと全然違うね。あのマネージャーさんがかわいそうって思っちゃったけど、アイちゃんのあまりのわがままさにムカついてマイクも衣装も取ったってこともありえるわよね。アイは私のことも疑っていますが、私は絶対にやっていませんから。私は愛を人気アイドルにしたいだけなのに、ライブに出させなくなるようなことはしません。わかりました。とりあえず近所のおばちゃんの話も聞くので少々お待ちください。はい、わかりました。あなたは愛ちゃんの近所のおばちゃんということでしたが、どうして今日は楽屋に来たんですか？初めての愛ちゃんのライブということで差し入れを持ってきたんだよ。愛ちゃん、ライブおめでとう。差し入れにドーナツ持ってきたよ。ドーナツなんて太るからいらないよ。持って帰っておばちゃんが食べたら？愛ちゃんは変わってしまったね。昔差し入れをした時は。おばちゃん、いつもありがとう。私絶対絶対人気アイドルになるから。そしておばちゃんに優しくしてもらった分恩返しするから、いつまででも応援しててね。てけなげに頑張ってたのに、人気アイドルになると態度も大きく変わるんだね。うるさいな。変わっちゃいけない。そもそも人気アイドルと一般のおばちゃんがお話できてることにありがたいと思わない？普通の人はアイドルと会うことすらできないんだよ。こうやって私と話せてることも、もっとおばちゃんには感謝してほしいぐらいだし。それじゃあ私メイクしに行かないといけないから、もう帰って。本当にドーナツいらないのかい？いらない。って話をして私は楽屋を出て行ったのさ。だから私は取ってなんかないし、犯人じゃないよ。わかりました。ありがとうございました。みんなの話を聞いてわかったけど、アイちゃんほんと性格やばいね。人気アイドルになって天狗になってるんだろうね。ライバルの子にもマネージャーさんにもおばちゃんにもひどいことしてるから、誰が犯人でもおかしくないの。そうだな、3人とも同じぐらいアイちゃんに何か思ってそうだしな。っていうか、なくなった服とマイクはどこにあるんだろう。私たちが来た時にはもう楽屋になかったもんね。愛ちゃんの服がないことに気がついて3人ともすぐに来たから、隠す時間はそんなになかったと思う。だからこの辺にでもありそうなんだけど。ん？この隙間に見えるやつ、もしかして。絶対そうじゃん。これ愛ちゃんの衣装とマイクよ。みたいだな。あ、よく見るとお花やアイスがついて汚れてる。これはライバルが持ってきてくれたお花とアイちゃんが食べてたアイスがついたんじゃない？お花とアイス？そっか、わかった、わかったぞ。え、なに？犯人がわかったの？は、これを見ただけで？ああ、大きなヒントが残ってるな。何がどうヒントなのか。みんなにもう一度集まってもらおう。それで犯人がはっきりとわかる。そう、これよ、なくなった衣装とマイクを。そして犯人がわかったって、やっぱり犯人はこの中にいた。そうですね、犯人はこの中にいる。え、この中に犯人が？はい、それはズバリあなたです。近所のおばちゃん、あなたが犯人です。え、一番犯人じゃなさそうなのに。そうよ、私は犯人じゃないわ。証拠だってないじゃない。この衣装とマイクについてた花びらとアイスの汚れが証拠です。待って待って、それならおばちゃんは一番関係ないじゃん。花を持ってきたのはライバルの子だし、アイちゃんがアイスを食べてたのはマネージャーさんが来た時だし、おばちゃんは花もアイスも触ってもないんだよ。
そう、だからそれが証拠なんだ。触ってないのに何が証拠なの？もうわけわかんねえ。そう、触ってないはずなのに、なんであなたの服に花びらとアイスがついているんですか？え、あ、え、服の模様に似てわかりにくいけど、これは花びらで、これはアイスの汚れですよね。その場にいなかったあなたに二つのものがついてる。それは触ったからじゃないですか？花びらがついた衣装とアイスの汚れがついたマイクを隠そうとして触った時にあなたにもついたんじゃないですか？え、あ、これは…触らなきゃあなたの服につくわけがないんですよ。これが完全な証拠です。そうよ、私がやったわ。おばちゃん、どうして？昔は本当に頑張ってて、私もずっと近くで応援してたし、これからもずっと応援したかった。だけど愛ちゃんは人気になるにつれ挨拶すらしてくれなくなった。愛ちゃんおはよう。今日もダンスレッスンかい？愛ちゃん、返事ぐらいしてくれたらどうだい？うん、忙しいから話しかけないでよ。まあまあ、そう言わずに、今日は暑いから、ほら、日傘でも持っていきな。アイドルは日焼けしない方がいいからね。いらないってば。こんな傘、アイドルに似合わなくて恥ずかしいから。本当おせっかい。私は愛ちゃんのことを思っていたんだが。もう急いでるからとにかく私に話しかけないで。で、だんだんと私のことを鬱陶しがって、あんなに可愛がってたのに。それで今日ついカーッとなって隠してしまったんだ。それで私の衣装とマイクを隠すなんて最低！そうですね、おばちゃんのやったことは確かにいけないし許されない。でも正直、愛ちゃん、あなたも悪いところはたくさんあります。人の優しさを踏みにじるような言い方、行動をしてたら、いくら人気アイドルになれたからって人はついてこなくなりますよ。周りの助けがあってのアイドルなんで、もっと周りを大切にしないと。そうだよ、自分だけじゃ何もできないけど、人間助け合って生きてくんだから、周りの優しくしてくれる人には優しくしなきゃってママもいつも言ってるよ。確かに私はおばちゃんには特に助けられてきたのかもしれない。愛ちゃんが人気アイドルになるまで私はずっと応援してるよ。困ったことがあったらすぐに助けるから何でも言ってね。おばちゃんは私の一番のファンだね。そうだね、応援してるから世界一のアイドルになりな。うん、ずっと応援されて助けられてきたのかも。ごめん、おばちゃん、私最近ひどいこといろいろ言っちゃってた。いや、私もカーッとなったからって絶対にしたらいけないことをしてしまったよ。ごめんね。うん、私も本当にごめんね。ライバルのあなたにもたくさんひどいこと言ってごめんなさい。いえ、確かに私はライバルかもしれないけど、愛ちゃんをずっと尊敬して応援してます。僕も愛のことを尊敬してるし、まだまだ人気にさせるためにこれからも頑張ります。ありがとう。そして本当にみんな今までごめんなさい。お互いの気持ちを分かり合って仲直りかみたいだな。愛ちゃんも自分のやってきたことに気づいて反省してるっぽいし、これからは周りに感謝して頑張ってくれるといいな。とりあえず今回の事件はこれでビシッと解決だな。しっかり反省した愛ちゃんを、これからも応援してくれる子はチャンネル登録お願いします。それじゃまた次の動画でね。